はい、こんにちは、梅野です。本日は 50mm の単焦点レンズでアジサイを撮っていきたいと思います。はい、1枚目ここ撮っていきましょう。ここに青いアジサイが固まって咲いていますので、ここを撮っていきたいと思います。で、背景が川になってまして、でここに塊がありますので、このアジサイにちょっと近づいて、アジサイで画面を斜めに区切る感じ、対角線構図の配置で撮っていきたいと思います。そうすることで何にもない空間とアジサイが固まっている空間と画面を2つに分けて撮れますので、アジサイをこう綺麗に撮りたかったっていうのが意図が明確な写真になるかと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは青いアジサイに全体的にピントを合わせていきたいので、 F 値は8に絞って撮っていきます。シャッタースピードは400分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。速攻モードは、ここはマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真はこんな感じになります。ピントの位置は青いアジサイの固まっているど真ん中付近にピント合わせて撮っています。 F 値8に設定したことで、ど真ん中を境に手前の方も奥の方もそれなりにピントが合っているんじゃないかなと思います。で、対角線構図みたいにこう斜めに区切って撮りましたので、右側の右下の部分は青いアジサイ、左上のところは川の部分が入っていますので、こう明確に斜めに分かれていますので、アジサイのこの綺麗な色っていうのがより際立つんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。まずアジサイのところですね、ここ3つアジサイがあって、でまだ咲いてないアジサイがありますけれども、ここのラインをこういうラインを表現して、まあ、円構図みたいなアーチがありますので、これを表現して撮りつつ、背景に木の葉っぱがあると思うんですけれども、あそこに光が当たってますので、こっちにピントを合わせることで、背景のピカピカしている葉っぱのところは玉ぼけになるかと思います。なので、縦構図にしまして、ここの葉っぱを入れつつ、こういう感じで切り取って撮っていきます。で、手前のところにアジサイが入りつつのこの円構図みたいなアーチを入れて撮りまして、背景のところは玉ぼけでちょっとまあ装飾するみたいな、そういう雰囲気で撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。ここは玉ぼけを使いたいのと、手前のところも前ぼけとかそういうのを使っていきたいので、F 値は 2.2 に設定しました。シャッタースピードは、6400分の1秒出てますので、 ISO 感度100で OK です。で、普通の状態、露出とかをプラマイゼロ、マルチパターン速攻で撮ると、光が当たっているアジサイがもう完全に白飛びしてしまうので、ハイライト重点速攻を使おうと思ったんですけれども、ハイライト重点速攻を使ってしまうと背景の玉ぼけになる部分、そこも暗くなりすぎてしまいましたので、ここは露出値だけ、露出値をマイナス 1.7 マルチパターン速攻に設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は手前から3番目のアジサイにピント合わせて撮っています。で、縦構図で切り取りまして、手前のアジサイのところはこうアーチを描くような感じで配置しますので、まあ、円構図みたいな使い方をすることができます。で、手前のアジサイがありつつの背景のところ、そこはあの葉っぱのピカピカ光っている部分を入れていますので、玉ぼけになってくれています。 F 値は 2.2 に設定したことで、まあ、背景の玉ぼけができたことと、手前2つのアジサイがぼけてくれていますので、奥行き感をとても感じる写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。ここにあるアジサイを
ここが横に伸びてまして、でこっちは縦に伸びてると思います。なのでこれを L 字構図として使いまして、こういう感じですね。で L 字構図があって、この空いてる空間、そこに今光が当たっている葉っぱがありますので、手前のアジサイにピントを合わせることで背景の光が当たっている葉っぱは玉ぼけしますので、アジサイで L 字構図を作りつつ、ピントはアジサイに合わせます。で空いた空間のところは、まあ、暗いとなんかもったいないというか、ただの空間になってしまうので、そこに玉ぼけを配置して撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。 F 値は4に設定して、手前のアジサイの、まあ、本当に手前の方はピント合わせて、そこからちょっと後ろはこうボケていくように設定しています。シャッタースピードは1000分の1秒ぐらい出てますので、ISO感度100で OK です。アジサイがちょっと明るくなりすぎるので、露出はマイナス 1.0、 速光モードはマルチパターン速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は、下側の手前のアジサイにピント合わせて撮っています。 F 値は4に設定したことで、手前のアジサイの花びらにはピントが合っていて、そこから後ろにあるものはこうなだらかにボケていってるかと思います。アジサイを画面の左側から下側に配置してまして、これが L 字構図になっています。でその空いた空間、黒い空間のところに光が当たった葉っぱを配置して、そこが玉ぼけになってくれています。まあ、ただ黒い空間があるよりは、まあ、玉ぼけが入ってくれた方がちょっと華やかな雰囲気がプラスされるかと思いますので、真っ暗じゃなくてそこに玉ぼけを配置して撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はここ撮っていきましょう。最後は僕の好きないつものやつですね、シックな感じの写真を撮っていこうと思います。でちょっと光の当たり方が変わってきまして、手前の方も日が落ちてきましたので、影も増えてきましたので、ここ撮っていきたいと思います。でここのアジサイ2つが今すごい綺麗に咲いていますので、ここを撮っていきたいんですけれども、ここにこうアップして、まあ、撮るのもいいかなと思ったんですけれども、これで撮るとどれがメインかわからない感じになりますので、ここはちょっと引きまして、手前にまだ咲いていないアジサイがありますので、こっからこう撮りまして、手前に咲いていないやつを配置して、奥に咲いているやつを配置します。まあ、そうすることで、まあ、こっちを撮りたかったんだなっていうのが明確になってくれますので、こっちがまあサブ的な働きをしてくれるかと思います。で動画のカメラだと分かりにくいと思うんですけれども、木漏れ日がいい感じに落ちていますので、ここもいつものハイライト重点速光を使うことで明暗差が綺麗に生まれて、立体感であったりとか、あとちょっと露出が落ちることでシックな雰囲気を出せると思います。それではここ撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。手前の咲いていないアジサイの部分はぼかして、背景の綺麗に咲いているアジサイにピント合わせて撮っていきたいので、 F 値は4に設定しました。シャッタースピードは3200分の1秒出てますので、 ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのハイライト重点速光を使って、この細かい木漏れ日の質感を強調して撮っていきたいと思います。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は後ろの綺麗に咲いているアジサイの左側の花びらにピントを合わせて撮っています。 F 値を4に設定したことで、奥のアジサイにピントを合わせて、手前のまだ咲いていないアジサイはこう微妙にボケるような表現をしてくれています。で手前の方に咲いていないアジサイがありまして、でこっちの方は若干まあ暗めな印象があるかと思います。で背景の綺麗に咲いているアジサイの方はちょっとだけ強い木漏れ日が当たってまして、こうスポットライトみたいな効果がありますので、後ろのアジサイをメインに撮りたかったんだなっていうのが明確な写真になっているかと思います。で普通の露出で撮ってしまうとやっぱりのっぺりした
写真になってしまうんですけれども、ここはハイライト重点速光を使うことで、まあ、細かい明暗さの表現であったりとか、暗いところはより暗く映りますので、立体感とかそういうのが生まれやすいかと思います。で、全体的な露出ももちろん下がっていますので、ちょっとこうシックな雰囲気が出たんじゃないかなと思います。はい、本日は 50mm の単焦点レンズだけでアジサイを撮ってみました。 50mm の単焦点レンズを使うのはちょっと久しぶりだったんですけれども、F 値が 1.8 から使えるということもあって、やっぱり撮影の幅が結構広がるかなと感じました。アジサイのシーズンはまだまだ続くかと思いますので、まあ、50mm とか単焦点レンズであったりとか、まあ、標準レンズ、広角レンズ、まあ、いろんなレンズを持ってアジサイを楽しんでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Peaceful scene, I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the music take you away to a place where dreams will.Peaceful scene, I can't deny.